はい、タク1本目金龍レースコースです。はい、じゃあ行きます。はい、カイトいいよ。はい、カイト1本目。進化剤いきます。はい、カズハいいよ。はい、カズハ1本目。お、ちょっとスキー良くなっちゃうな。お願いします。はいよ。はい、はい、タクロー1本目。いや、カズキ、仲間だ。次だけ行きます。はい、いいよ。大輝。次誰だ。次は誰だ。はい、乗せ。この付け行きます。するぞ、ほら。はいよ。こうじゃねえよ、お前。しっかり入れ。この付け。一本目。片半スキー止まってるぞ。おい、次誰だ。次のレース1番のスキーで行きます。はい、オッケー。はい、ユキナ1本目1番のスキー。こっちの好きのはいいね。はい、行きます。よっ。もえ。はい、もえ1本目。
やべえ、アスコロポール抜けそうだ。はいはい、ちょっとタイミング早め、お前。次誰だ。行きます。行きますしか聞こえない。名前。あまねです。はいよ。はい、あまね、1本目。次は失礼します。お願いします。誰。シュンです。はいよ。はい、シュン1本目。ちょっと方向づけ甘いぞ、しゅん。はい、次は。名前言ってくれよ。はい、聞いてます。よっ。オッケー、いいよ。はい、島田。次は。追加していきます。いいよ。ケイスケ。ケツ落とさない、ケツ。次は。はい、タイガー。やべ、ゴールにシーパーつけてねえや。頑張れ。新幹線行きます。はい、ブルーク新幹線行きます。はい、ステムの時にここは出てくるよね。うまいよ。はい、翔太郎、この足出さないで切り替えていくところ覚えていってください。頭外いかないように、真ん中、体外いかないようにね。外に立ち上がらないように。ちょっと外立ち上がるか。はい、プルークからシュテムターンですね。つながりを持って。
前、外、前、外。はい、翔太郎。パッパッと閉じない。しっかりぐーっとターンしてけ、ターン。ちょっと上に立ってるぞ。前に立って、前に向かってる。あと後半のこの乗るポジション。はい、ステムから普通に滑っていきます。了解です。いや、はい、俺行くわ。このままいや、疲れそうだ。あんまり疲れてない。ちょっと後半お尻下げちゃうかな。高いお尻の位置で行きましょう。 OK。 焦んなくていいんで、まあ、長いといいんだから、後半からと回らないように。あと1時間だから。はい、後半ちょっと頭が内側入っちゃうから。はい、翔太郎、しっかりここでターンして、その広げるだけじゃなくてターンしてくんだぞ。ターン。どんどん普通に行け。ほんのりやってるイメージ持って、膝下使わないように乗ってくんだぞ。こっちが肩下がって入ってるぞ。ステムの時どうだった？肩下がってたか？こっち。はい、タク四本目。スピードで行きます。はい、タイガーいいよ。タイガアマネイカ、体回さないようにね。ちょっとコース硬いの出てきてるからな。やっ、はい、失礼します。アマネタクです、お願いします。はい、タク悪くねえけど、やっぱまだちょっと浮いてるぞ。スキーあと、それあのターンの最後にちょっとお尻後ろになるからだからな。もうちょっとさ、あの最後お尻落とさないでやめる。ちょっとあまね、やっぱり当たるときにちょっとスキーずれてんだよな。はい、大輝ちゃんと丸くスキーしならせてくることね。よっ、はい、大輝。はい、タイガー、もうちょっとポールに当たるときは、しっかり乗り込んで息吐いて、
インパクトをしっかり出して乗り込むこと。ちょっと緩いよ。はい。あ、探ってる。まだ探ってる。はいよー。まだ探りながら方向決まんないでどうしても入っていっちゃうな。あー、また入れない。はい、トラ。期待に応えてくる前3年間だったから。おい、それ言うな。それ言うな。ワールドカップに出たっていいじゃないか。期待してないワールドカップの手でポロッと取り上がる。ドラムではめと思うときに行きますけど。そうだね。期待してるときは全部だね。まあ、行き中学校の3年間ね。期待していなかった。まあ、なんかあるかなと思った中2の GS だけ。大輝、まだ方向決まんないでポール当たってるよ。だからもういつも同じとこでアウトするんだぞ。しっかりもっと進入角度って言って、萌え途中から。ちょっとまだ遅いなタイミング。はい、カズハ。はい、お願いします。正解していきます。もうちょい膝の返し入ってきたな。お願いします。萌え、まだちょっとタイミング遅いからな。もうちょっと上で回してポールに当たること。いいね。はいはい、カイトいいよ。カイト。ちょっと。まとめて。いい形で。はい、カズキよ。うん。はい、仲間だ。はい、スタート、スタート。うん。スタート。お願いします。お願いします。ちょっと左が体回るな。はい、シュー、オッケー。はい、シュン。はい、カイト、いい？今のまあまあ良かったよ、上は。あの俺の前過ぎてからちょっと体遅れ始めたからな。ちょっと斜面変化、リズム変化注意して。はい。前半スーッと。カイトね、カイト。もう一回お願いします。カイト。はいよ。カイトです、わかりました。タグロ割り込んでくんだよ。タグロ OK。はい。すごい、カズハです。多分このストレートで毎回アウトする。はい、タグロ。カズハはね、まだやっぱちょっと後ろにいて、スキーのトップ、やっぱりたわんでない、まだ。もうちょっとしっかりスキーのトップ、前半からたわましてこないとダメだぞ。スキーしなやかに動いていかないからね。ちょっと。カズキもまあまあだけど、左谷足、やっぱちょっと体回るからね。ちょっとあのポール当たった後気をつけてくださいそこ。はい、イエーイ。はい、ゆきな1番のスキーです。誰？しゅんです、お願いします。はい、しゅんも一定のリズムの時は全然問題ないけど、ちょっとリズム変わったり斜面変わったりすると全部体遅れるぞ。でそこから動きが全然なくなっていくから、ああいうふうな失敗起きるからね。はい、
はい、タクロー、今も、はい、島田。バーントリ戦争に負ける気しかしない。バーントリ戦争負けるな。ないよ、もう。ないですか、ね、うん。コナスケです。お願いします。ほら、しっかり体がもうちょっと前にあるとスキーもたわんでくるんだけど、しっかりそこが後ろにあるとね、体があのスキーもたわまないんだよ。やっぱあのビンディングから後ろしかたわんでないからな。しっかりそこを意識しろ、もうちょっと。はい、ケルティいきます。よっ、ラスト。はい、ケースケ。はい、よっ。最初からこれくらいでいきゃって、もっと少ないかな、言い過ぎたかな。でもあそこの少ないところもね、あんまり最初から詳しくいきます。はいよ、ラストね。みんなだから結構さ、やっぱりメーカーの演奏とかかな、こっちにしっかりとパンチしてる。切り替えていきます。次は、はい、これ以外の時はやっぱりちょっとスタートタイムの中でのステムターンが今の失敗の入りですね。はい、両方平行に広げた意味ないぞ。ブルーク、こんにちはです。はい、ちょっと動きづらいか、やっぱ一番よりはちょっと動きづらい感じします。了解。じゃあ、はい、翔太郎。こっちね、かつさがない。これも平行っぽいね。はい、小さく持って滑る。よ。もうちょいブルーク欲しいね、ちゃんと式を。膝が割れないように。はい、翔太郎。こっちの肩やっぱ下がるんだな、こっち。こっからこっちの感じをもうちょい低速で。